日本人慣れちゃう天気そういうのかもしれんけど、これリキュールの中にこの香りが10万分の1ぐらい入ったら全然別物になってしまう。何の中に？リキュールの中にこの香りがポッと入るだけで別物になってしまう。うん、もうちょっと高級感になる。あ、でも日本の柑橘にはない香りだ。そう、ピンクレモネードはすごい新しい国家の日本のですけど、これも日本でちょっと作った品種なんで、リスボンレモン、はい、リスボンも今普通に出回ってるけど、こっちのピンクレモネードの方が多分日本で北九州なんかだと宣伝から紅茶大学出てきたみたいなことそこと話を今してもらおうとして、紅茶だから紅茶さんのアルグレアルグレ作りたいそうです、はい。